どうも、北山水泳でございます。はい、今日も募集企画でございます。本日は2023年のみんなの目標、はい、こちらを募集しました。インスタのストーリーで募集してますんでね。はい、ここでね、発表しますけども、やっぱりこう口に出して発表した目標っていうのは叶いやすくなりますんで、はい、誰のどんな目標が発表されるか楽しみにしてください。今回はこんな感じでした。淡水路2バックで高校進、すごいよね。凄まじい目標が一発目から出ましたけども、結構ね、目標を募集した時に結構ふざけて世界水泳代表狙いますみたいな、結構その無茶な目標を言ってくるやつ見たんですけども、この人に関しては、この送ってきたことに関しましては、これは本気です。はい、この選手は僕も知ってる選手やけど、淡水路2バック高校進を全然狙える選手が言ってますので、ふざけて言ってるんじゃないんですよ。なのでこれは期待してもいいですね。はい、淡水路高校進ということで、まあ、いつ出すんでしょうか。この、まあ、夏に入るまでに、まあ、JO がありますけども、春の JO で出すのか、それとも夏が終わってからのシーズンで出すのか、楽しみですね。はい、ここで発表したからにはしっかりと注目しておきますよ。彼女とたくさん遊ぶ。おい、もうリア充かよ。もうリア充が来ましたよ、一発目に。いや、これはね、いい目標っちゃいい目標だよ。なぜかというと、まあ、水泳やってるとね、なかなかその彼女とかに時間を割いてる場合じゃない時が多いんですよね。なかなか今年は彼女とあんまり遊べなかったなって、そういう、この、なんていうかな、この悲しい気持ちと言いますか、申し訳ない気持ちから、この目標にしちゃったら、許そう。しかし、水泳も頑張れよ。50メートルフリーで24秒出すと。いいですね。24秒出すということは、今何秒なのかな？今25秒とか、26秒ぐらいかな？この目標は非常にいいですね。うん。50メートル、これ男子か女子か分かる、多分男子だと思うんだけど、50メートル24秒って、出るよ。大丈夫、出るから。なぜかというと、僕は、めちゃくちゃ完全に1500専門の選手で、もう瞬発力もクソもないほどの選手ですけども、50で24秒は出したことがありますので、まあ、1500のこのクソみたいな、全然瞬発力もないし、その、50メートルに向けた練習を全くしてないにもかかわらず、まあ、24秒で出てますから、まあ、しっかりと50の練習をしっかりしていけば、まあ、24秒は出すのは無理じゃないと思うんで、しっかりと、頑張ってくださいね。北山水泳に勝つと。なるほどね。俺を目標にしてくれてるんですね。これありがたいですね。ただ、どれかによるよね。俺の今のマスターズで出てる試合に勝つ。もしこの選手が現役やった場合は、俺のマスターズの記録に勝つっていうのはあんまり目標にしてほしくないね。うん。俺の現役のタイムに攻めて勝つぐらいの気持ちで来てほしい。はい。かつですね、僕の現役やった時代っていうのは、もうね、何年前、8年ぐらい前の話なんで、8年前のタイムと今のタイムって、まあ、違うんですよね。JO の標準も、日本選手権の標準も、かなり上がってると思うんで、まあ、僕のタイムを基準に頑張っても、まあ、当時の僕より早くても、当時の僕よりもいい結果になるとは限らないっていうね。なので、まあ、僕を目標にするのすごい嬉しいんですけども、まあ、なるべく今のタイムを基準に頑張るのをお勧めします。世界マスターズで入賞。そうですね。嬉しいですね。世界マスターズ今年ね、あるんですよ。はい。まあ、世界水泳があるんですけども、今年はね、2023年は福岡で。日本福岡で世界水泳があるんですけども、世界水泳が終わった後に、実は毎年世界マスターズ水泳ってやってるんですよね。だから2019年に関しましては、韓国で世界水泳があったけど、その後に、韓国で世界マスターズ水泳がありましたし、今年も例外なく2023年は、世界マスターズ水泳が日本、福岡で行われます。一応僕も出るんですけども、まあいろんな選手が出るし、日本人が非常に出やすくなってますよね。場所が場所なんでね。なので、こういったね、マスターズで入賞するって目標があるといいですよね。そう。世界マスターズはね、誰でも出れるんで、年齢がそこそこいってて、25歳以上で、かつ、まあ、そこそこのタイムがあれば、誰でも出れますんで、楽しみだね。うん。皆さん会いましょう。一
1バタ1分15秒、半バタ32秒、2バタ2分50秒。おー、すごいですね。これね、しっかりとやっぱね、タイムを具体的に、何秒っていう具体的にタイムの制限、目標タイムを持ってるっていうのは非常にいいですよね。なんか JO 出るとか、なんか例えば JO 入賞とか JO で決勝残るとかいう場合は、何秒を果たして出せばいいんだっていうのがわかんない時があるから、あのね、なんか目標はタイムをね、持った方がいいですね。この選手みたいに具体的に何秒で泳ぐっていう目標を持ってた方が、まあ練習とかで何をすればいいか出てきやすくなりますんで、まあこういった目標っていうのはね、しっかりタイムで、この選手みたいにタイムで持っておくのがおすすめですね。1振り1分00秒00、カッコ、ベスト1分15秒78。すごいね、あなたは。今年1年で15秒ベスト出そうと思ってるんだろ？すごいよ。そんなことはなかなかねえぞ。1分15から1分00秒って多分相当頑張らないとダメだね。まあ1分15ってことは相当多分フォームがあんまりよろしくないと思うんで、フォームさえ直せば1分00秒なんかそんな難しいことじゃないんで、楽しみに待ってるね。この15秒タイム縮めたって事実を。JO と全中の標準切って推薦をもらう。なるほどね。まあ、ということは、高校生、今、中2。まあね、推薦って大事だからね、もう勉強しなくてもいいという。勉強しなくても、推薦スポーツでもらえたら楽だからね。気持ち的にも楽だからね。あと、水泳に集中できるしね。まあ、ただ、JO 行く？ JO 行くぐらいで、JO 行くぐらいで果たしてっていう。JO 行くぐらいで果たして、果たして。推薦が来るのかって、チャイルドプリンスのコンビチャンネルを見ろ。おい、もう別に今の今年の目標にせんでも、今から去って概要欄から飛べば見れるから、それはもうここに言うまでもなく、見て、ほな見てくださいって感じです。すぐ見て、すぐ叶うから、その夢は、その目標はすぐ叶うから、毎日見てください。毎週あげますんで、お正月もあげました。ゴールドジャージ着る。ああ、なるほどね。ゴールドジャージということは、はては君は JSS かな？JSS の選手やと思うんですよ。確かゴールドジャージっていうのが、そういう概念があるのが。ジャージの後ろの文字、JSS の文字の色によって、その選手のなんかレベルというか、わかるっていう。ゴールドのジャージを着てると、背中の JSS の文字がゴールド。の、ジャージを着てるとめっちゃ速い選手、何やったっけな、なんかレベル忘れたけど、なんか相当速い選手じゃないとゴールドジャージ着れへんっていうのを聞いたことがあります。っていう風に、あのコナミもそうやったね。コナミもそうやったけど、ジャージの色とかジャージの種類によってその選手のレベルが分かるっていう。はい、今回以上でございました。みんなの目標ね、たくさん聞いてきましたけども、絶対に今年叶うように待ってますね。叶ったよって DM くれ。もう待ってるわ、みんな。もうほんまに頑張って。はい、今回は以上です。